皆さんこんにちは、ティーチングプロの大和田沙羅です。今日は戸越公園駅前ゴールスクールに来ています。はい、今までですね、私の YouTube チャンネルではドラコン大会の挑戦記録であったりとか、私の練習記録、トレーニング、食事などいろんな動画を撮っていったんですけど、今日からですね、少しレッスンの方もやっていこうと思います。この度ですね、ドラコンの女子の世界大会で私は優勝することができました。皆さん応援ありがとうございました。飛距離アップをするにあたって一番重要視してきたのが、やはりボールスピードとヘッドスピードです。はい、今回はですね、この中のまずヘッドスピードに対して、少し皆さんに簡単にヘッドスピードを上げる方法っていうものをお伝えしていきますので、ぜひご覧ください。それでは、今から皆さんにヘッドスピードの上げ方のコツっていうものをご説明をさせていただきます。ヘッドスピードっていうものは、このボールの近辺ですね、この辺りで計測していきます。なので単純にボールを飛ばしたいって思ったら、このボールの近辺でクラブヘッド、これを早く振ればいいっていうことなんですよね。でもそれって結構難しいと思います。どうやったらヘッドスピード上がるのっていうご質問もよくいただくんですけど、一番ヘッドスピードを上げるために、実感しやすい、練習法、練習ドリルっていうのを今からご説明をさせていただきたいと思います。まずはですね、アマチュアゴルファーの皆さん、かなり多いのがテイクバック、バックスイング、トップオブスイング、ここに上がるときにスピードを使ってしまう方っていうものが非常に多いです。でここでスピードを使ってしまうと、はい、逆にダウンスイングからインパクトフォローで減速してしまうっていう方が非常に多いです。私がおすすめしているものは、まずはテイクバックからトップまでゆっくり上げてみてください。これぐらいのスピードでいいです。はい、でこれぐらいのスピードで上げて、ダウンスイング、インパクト、フォローというものを早く振っていきましょう。これだけでもですね、飛距離が上がる方非常に多いです。はい、それぐらい振る場所っていうものを間違えてしまって、もったいない振り方っていうのをしている方が非常に多いので、ぜひまずヘッドを加速させたいな、でもヘッドが走る感じがしないなっていう方は、バックスイングを早く振って、ダウンスイングをゆっくり振るっていうものではなくて、バックスイング後ろ側をゆっくりしてあげて、前に対して速く振ってあげるという、こういう意識で練習をぜひやってみていただけると、少し加速する感覚だったりとか、ヘッドスピードアップ、こちらにつながっていくと思いますので、皆さんぜひお試ししてください。それでは本日もご視聴いただきありがとうございました。この動画が良かったなと思ってくれた方は、ぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。